先輩先輩。おつむぎ。先輩はオーバートン橋って知ってる？オーバートン橋。1800年代半ばに建設されたスコットランドの橋でね、犬が自殺する橋って言われてるんだよ。そりゃまたオカルトチックな名前なのだ。この橋は谷を横断するものなんだけど、当たろうとした犬が狂ったように谷に飛び込んじゃんだって。偶然の事故じゃないのだ。でも1950年頃から似たような報告が相次いだらしくて、一説には数百件にも及ぶんだって。そりゃ奇妙な話なのだ。周囲の動物や植物の匂いが犬の方向感覚を狂わせているだとか、犬の色覚が影響しているだとか、何かの呪いだとか、いろいろ説はあるみたいだけど、結論は出てないみたいだよ。興味深い話ではあるけど、そもそも本当に数百件も報告があったのか疑問なのだ。先輩はそう言うだろうね。犬が自分から死にたがるとは思えないのだ。自殺は人間だけがするものってのが一般的なんだよね。自殺する個体の遺伝子は受け継がれないのだから、自殺を中心とする精神の異常は生物的なものではなく文化的なエラーとするのが妥当なのだ。でも前回ちょっと言ってなかった、人間の自殺や精神の異常の中には遺伝子の複製を助けるものでもないのに明確に遺伝するものがあるって。まあそのようなものが確認されているのは事実なのだ。それって文化じゃなくて遺伝だ理由でしょ。だったら他の動物にあってもおかしくないよね。その意見はもっともなのだ。なんで人間だけなんだろう。実はそれは人間の脳のみが、つまりは心が、とある異常な進化をしてしまったからなのだ。心の異常な進化、ちょうどいい機会なのだ。今日は人類特有の精神の脆さがどこから来るのか、進化の側面から探っていくのだ。ちょっと怖そうだけど、なんだか興味あるかも。ずんだもん先輩、教えて。任しやがれなのだ。というわけで、なぜ人間だけがこんなにメンタルが弱いのかという話をしていくのだけど、まずは前提として、そもそも人間の心が弱いことにも意味がある、ということを再度確認しておくのだ。前回の復習だね。暑いと感じるから涼しい場所に避難したり、痛いと感じるから怪我に注意したりするように、弱さってのはセンサーとして機能するんだったね。他者の悪意や暴言に傷つきすぎてしまうことなんかも、それによってしょんぼりすることで、争いが激化するのを防いだり、周囲に援助してもらうのを促したり、生存に有利となることがあるのだ。勉強や仕事がつまらなくなるのも、結局は適切な機会に向けてエネルギーを保存しておく意味があるんだよね。だから極度にしょんぼりすること、つまりは短期的な抑うつは、生存に有利となるのだ。うつ病と呼ばれることこそないけど、電気ビリビリーヌやバケツネズミを中心に抑うつ状態を見せる動物はたくさんいるわけだもんね。だから抑うつ状態自体は比較的生物に普遍的な現象なのだ。人類特有ではないわけだ。ただどういうわけか人間に限ってこの抑うつ状態が必要以上に長期化したり深刻化したりすることがあるのだ。自殺につながる可能性があるものなんかがそれだね。そういったもののほとんどは先ほど言ったようにゆっくり変化していく人間の肉体と目まぐるしく変化する文化との間に生じる祖母のようなものなのだ。要はエラってわけだね。ただ一部の精神の異常には遺伝する傾向を持つものが存在しているのだ。心の弱さの一部は親から子へ遺伝して、中には病気として名前がつくものも存在するね。代表的なのは双極性障害なのだ。気分が過剰に高ぶったり落ち込んだりする、いわゆる躁鬱ってやつだ。この病気は社会活動に問題を起こしやすかったり、自殺を実行しやすいものとして有名なのだ。気分が乱高下を繰り返すから、下がった時に考えた良くないこと、上がった時に実行しちゃう可能性があるんだよね。つまり大げさに言えば無計画な自殺をしやすい病とは言えるのだけど、これは遺伝子を由来とするものなのだ。聞いたことあるよ。一卵性双生児の研究では、片方に双極性障害が発生した場合、もう片方が発生する確率は 80% に上るってデータもあるんだよね。つまりはそういった兄弟は自殺をしやすい遺伝子を持っていると言えるのだ。大げさに言うとそうなるよね。そんな双極性障害の罹患率だけど、およそ 1% とされているのだ。100人に1人、珍しくない病気なんだね。というよりこれはちょっと多すぎるのだ。そうなの。進化論的な考えではこのような生存に不利となる性質は本来もっとレアケースでないといけないのだ。そっか、自殺をしやすい個体ってことは、仮にその個体が自殺をしなかったとしても、その個体の子供が自殺をしやすい性質を受け継いでいる可能性があるわけだもんね。長い歴史のどこかで自殺して途絶えているはずなのだ。出アフリカが15万年前だったとすると、世界中に今の時代まで残っているのはおかしいわけだ。遺伝子由来の病気がレアなのは、そのような遺伝子を持つ個体は子孫繁栄に不利で滅んできたからなのだ。親から子へと遺伝するにしても、どこかで突然変異が発生したにしても、100人に1人は多すぎるわけだね。そしてこの問題をさらにややこしくしているのが、どうやら双極性障害の原因となる
なる遺伝子の異常がどこにも存在していないのではないかって話なのだ。どの遺伝子が原因かまだ分かっていないってこと？そうではなくて、どの遺伝子も原因でないことが分かっているってことなのだ。はい、遺伝はするのにその原因の遺伝子は存在しない、謎々ってこと。これは何を意味しているのかというと、双極性障害とは特定の遺伝子の異常によって引き起こされるわけではなく、いくつもの遺伝子が複雑に関わった結果たまたま偶然発症するものである、そういう話になってくるのだ。1% が統計上の偶然ってこと？これはマジでとんでもねえことというか、人類の遺伝子とは組み合わせ次第でいくらでも双極性障害を発生するようになっている、その可能性を示唆しているのだ。マジでとんでもない話だよ。なお双極性障害は一卵性双生児の場合の一致率が 80% なのに対して、二卵性双生児の場合の一致率が 30% であるというデータもあるのだけど、この仮説はここに矛盾しないのだ。何か特定の原因があるんじゃなくて、組み合わせこそが原因ってわけだもんで。となると長い歴史の中で滅んでいないのも当然なのだ。受け継がれていく性質だけど、組み合わせによって突然発生する性質でもあるってわけだもんね。その遺伝子を持つ個体が自殺したとしても、またどこかで自殺する性質を示す遺伝子の組み合わせが出現し、それが受け継がれていくことになるのだ。めちゃめちゃ興味深い話だけど、でもどうして人類の遺伝子はそんなことになったんだろう？それについてはまだまだ分かっていないことが山ほどあるのだけど、ネッセの適応度グラフに注目した説が分かりやすいのだ。どんな説なの？まず前回も話したけど、本来動物の性質を数値化すると多くはこのようなグラフを描くことができるのだ。構造由来なんだよね。魚の泳ぐ速度で考えると、遅い個体は天敵に食べられやすくなるからどうしても数が減っちゃうし、逆に高速すぎる個体はエネルギーを消費しすぎて子孫繁栄に不利になるんだ。だから大体同じぐらいの速度の魚がたくさんいて、もろまとせっかちがちらほらいる、そういう分布を示すのだ。体の大きさや好奇心の代償やリスク許容度なんかも大体同じようになるんだよね。ただ人間のとある性質の場合、分布がこのようになっている可能性があるのだ。すごい偏ってるってことだね。特定の性質が上がれば上がるほど子孫繁栄には有利となっていくのだけど、一定のラインを超えた瞬間一気に死にやすくなるのだ。さっきの魚で考えると、早ければ早いほど生存に有利なのに、とある値を境に突然死にやすくなるわけだ。本来このようなことはありえないのだ。ちょっとずつ生存に不利になっていくことはあっても、こんな極端なものはないよね。けれど人間にはそのような性質が存在するのだ。どんな性質？これについてネッセは具体的なことは一切言っていないから、ここではあくまでも便宜的に記号化しているのだけど、その性質とはズバリ心の長さなのだ。心の長さ。紬は以前僕が日本のカブトムシが1種類しかいない理由を解説した時のこと覚えてるのだ。一切解説しなかったことは覚えてるよ。あの時いろいろと視聴者に教えてもらったのだけど、どうやらカブトムシのような昆虫はでかいと高く売れるみたいなのだ。それは知ってるよ。ケラクレスオオカブトなんかの外国デカムシの場合、角が長いと何万円とかになるんだよね。だからマニアはより角の長いやつを生み出すため、角の長い個体の子孫を交尾させまくるらしいのだ。人間のエゴが出てるね。全ては角の長いカブトムシの量産のためなのだけど、どうやら角が長くなりすぎるとぽっくりと死ぬやつらが出てくるみたいなのだ。そうなの。サナギの状態で死にまくるらしいのだ。なるほど。幼虫からサナギになる時に失敗したり、サナギから化する時に失敗したり、長すぎる角は命に関わる問題を発生させるわけだね。その性質と適応度をグラフにするとおそらくこうなるのだ。長ければ長いほどたくさん交尾させられるけど、長すぎるとその子供たちはサナギの時に死んじゃうってわけだね。同じようなグラフを示すことになるよ。このような現象は他の動物にも見られていて、例えば競走馬なんかは足が速くなるように人間の足の長い個体を選別した結果、足を骨折しまくる個体が出現したり、蚕なんかは前回も説明したようにより長い糸を吐くように人間が選択した結果、自然界での適応度は明確にゼロとなっているのだ。ある性質のために人間の手で個体を選別していくと、どこかの時点で一気に死にやすくなるわけなんだね。そして今言った事例はあくまでも人間に選別された人間以外の生き物の話なのだけど、果たして人間が選別してきたのは本当に人間以外の生き物だけなのか、そういう話になってくるのだ。つまり人間同士が互いに人間を選別した結果、適応度が落っこちるようになったってこと。角の長いカブトムシや足の長い馬や長い糸を吐く蚕を選別したように、人間は互いを選別してきた可能性があるのだ。ちょっと信じられない話だけど、この話だと明確な原因がないのに双極性障害が遺伝することとも
矛盾しないね。なんなら遺伝する精神の異常のうち、自閉症や統合失調症なんかも明確な原因となる遺伝子が存在しないとされているのだけど、それすらも説明できてしまうのだ。さなぎになりづらい遺伝子や足の折れやすい遺伝子が存在するのではなく、様々な遺伝子の組み合わせによって角や足が長くなった結果、それが偶然さなぎの不調や骨折に対する脆弱性を招いたように、人間の持つ何らかの厳選された性質が偶然そういった精神の異常に対する弱さを招いたってわけだ。その性質が何だかわからないから、ひとまず心の長さだと表現したけど、おそらくは言語や認知に由来するはずなのだ。なんとなくわかるよ。人類の言語についてはわからないことだらけだけど、人類が言語を持っているってことは、どこかの段階で言語を持っている個体同士で繁殖するようになったってわけだもんで、一定以上の知能を持っている個体を自分たちで選別したわけだ。仮に足が速い競走馬の能力よりも人類の社会性能力の方が高度なのだとしたら、競走馬を厳選するよりも厳密に人類が互いに相手を選んできたと考えるのはおかしなことではないのだ。賢い性質を優先し続けた結果、適応度が落っこちたわけなんだ。まあそのイメージで間違っていないけど、ただ人類のこの性質を一面的に賢さと呼ぶのは短絡的すぎるのだ。そっか、いろんな遺伝子の組み合わせによる脳の性質が本質だもんね。骨折競走馬とそうでない競走馬の足の長さや走る速度にさほど差がなかったり、サナギ成功カブトムシとサナギ失敗カブトムシの角の長さもほとんど差がなかったりするように、人間の脳の性質の差も本当に微々たるもののはずなのだ。すでにみんなここに集まってるような状態で、その中から運悪く右に落っこちる個体が出現する、性能差とは言い難いから、賢さという表現は適切ではないね。だからやっぱりピンとは来ないけど、性質について明言せずに心の長さと表現するのが適当なのだ。でも衝撃的な話だよ。遺伝する精神のエラーってのは、進化によって淘汰されることもなければ、どの個体にだって発生しうる、そもそも解決不可能な話だったんだ。ただここまで分かっていれば、そういった個体が出現した理由を魔女や悪魔のものとしてみたり、親の教育の責任にしてみたり、親の遺伝子のせいにしてみたり、そういったマジでクソの役にも立たないことをしていた時代が終わるはずなのだ。人類にはどうしようもないところにあるリスクなんだから、そのリスクは受け入れて、これまで原因を叩くことに注いでいたリソースをまた別のことに回そうってわけだね。せっかく厳選したんだから、その能力をきちんと使おうぜって話なのだ。なんだか素敵だ。いつもの先輩とは思えないまとめ方だよ。僕もやるときはやるのだ。見直しちゃった。ほんじゃついでだけど、それとは違う側面から根本的な解決策も紹介しとくのだ。え、解決できないって話で進んできたはずだけど、実際は解決できちゃうの？その解決策とはズバリズバリチンパンジーセクースなのだ。ダメでした。もう人類は厳選後なので、認知や言語を持たない健康な個体は存在しないのだけど、チンパンジーならそれが可能なのだ。可能じゃないよ。今こそチンパンジー類に回帰して正規分布適応度を取り戻すのだ。台無しだ。